何バウンドかしたらキュッとカップの方に切れていったんですよ。キュキュッと。おーってみんなすごい湧いたね。あの時ね。入る、入る、入る、入る。プレイオフだーみたいな感じで。はい。ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。こんなすごい試合になるとは思わなかった。ゴーゴーゴー はい、国内ツアーの第5戦ヤマハレディースの最終日の結果。まあ、序盤からの動きとか各選手たちの詳細をお話ししていきたいと思います。まあ、後半には恒例になりましたけども、コメントも読まさせていただきたいと思いますけども。まず、出だしね、追いかける川岸文香選手とか、アナイララ選手、先に落としましたよね。 だから、武田りおちゃんを楽にさせたなぁと、最初の段階では思ってました。でも、5アンダーとかが多い中でね、佐久間朱里ちゃんが2つ伸ばしたんですよ。それで3打差になったので、おこれは面白くなりそうだと、序盤は思いましたけどね。4番は、8メーターぐらいのぶち込んでバーディー入れてましたしね。初優勝を追いかける2人がね、上に来て、 まあさらに桑木翔ちゃんもね、3メーターぶち込んでね、3番のパー5で。これで4打差まだまだわからないぞと。でね、今日はジュニアの子たちとね、こう手をつないで T グラウンドに出てくる。まあエスコートキッズとか、まあサッカーにもありますよね、あれはね。それで写真を撮ってね。まあやはり選手たちも子供たちの前でプレーするっていうね。 まあそういう自覚を持つ意味でも大切なことだなっていうふうには思いましたけどね。まあクラブで地面ぶたたいたりとかね。<laughs> あのフェアウェイアイアンで掘っちゃったりとかね。そういうとこないようにね。あの子供たちの前ではそんな姿見せたくないよねっていうのをこう改めて選手たち自覚するようにね。これは大切なあのことだったなと思いますけどね。 で、T ショットね、打った後ね、すごくいいシーンがありましたね。あの、教えてるジュニアの子たちを多分連れてきたんでしょう。あの、男子の藤田博之プロがね、来てたんですよ。子供たちを連れてね。で、まあ、T ショット打った後ね、岩井千里ちゃんが呼び止めてね、子供たちに、こう、いつも渡してるような、なんかカードみたいな、あの、こう、藤田プロに渡してたんですよ。 子供たちに渡してくれっていうことだったと思うんですけどね。藤田プロもね、お礼を言ってね、頑張ってね、みたいなポーズをとっていたんですけども。まあ、プロってね、結果ばかり求められてしまうんだけどもね。それは仕方のないことなんだけど、やっぱり成績だけじゃダメだよね。いや、成績出しゃいいでしょう、みたいな考えの人はちょっと、 どうかなっていうふうに私は思いますよね。まあ、成績大事ですよ。大事ですけどね。それだけじゃちょっとなっていうふうに思いましたね。こういう、なんかこう、子供たちに憧れられるプロをね、目指してほしいかなっていうふうには、若手の選手たちには思いますよね。今のプロたちもこうしたことがきっかけで憧れのプロを目指してっていう、そういうふうに頑張ってきた選手いるんじゃないですかね。今トップに立っている武田里夫ちゃんは憧れのプロ。 ダスティン・ジョンソンです。<laughs> やっぱ違うなと。飛ばし屋は、そういう風な見方をするんだね。ああ、それとイ、いいボみちゃんも、あの、憧れてると書いてありましたけどね。三度目の最終日、最終組。三度目の正直なるか、三度目。まあ、二度あることは三度あるっていうことにもなるか、どっちかなっていう昨日動画出しましたけどね。まあ、単独トップは、 初めてなので、さすがに緊張するかなと思ったけど、そんな感じはしなかった様子ですけどね。あの、顔見てわかんないよね、武田りおちゃんってね。緊張してんのか、あの、どうなのかっていうのはね。あんまりわかんない。さくちゃんもそうだけどね。まあ、さくちゃんとか、あの、山下みゆちゃんは、まあ、一緒に回ってましたけどね。同じ組だったんですけど、まだ動きがないという状態でした、ここだね。でね、5番のパー5で、さくちゃんが4メートルぶち込んでバーディー取った後ですよ。 鶴岡カレンちゃんもね、出てきましたよね。バーディー取って。これで4打差追い上げてきました。鶴岡カレンちゃんの目もあるなと。まだわかんないよ、と思いましたね、この時ね。佐久間修理ちゃん6番でね、カップ手前数センチで止まっちゃってっていうね。風強いからちょっとしばらく待ってたけどね、入らなくて。ここ入ってたら2打差だから大きかったんだけどね。あと、まあ、人転がり。 なかったぐらいの、あの、惜しいパッドがありました。で、そうしているうちにですよ、桑木志穂ちゃんが、5番のパー5で、バックスピンでベタピンついてね、ここでバーディー取って、で、6番ですよ。あのー、3メートルぐらいに、ね、あのー、つけたやつを、まあ、ぶち込んでね、連続バーディー。2打差に詰め寄ります。おー、これはすごいぞと。初優勝を狙ってる3人が、 もう上に来ましたよ。で、サクちゃんも6番でね、2メートルぐらいに続けて、連続バーディーで3打差になります。まあ、佐々木翔子ちゃんも追い上げてきたけど、さすがに届かないかなというところですけどね。まあ、わかんないけど、連続バーディー、どんどんどんと来ればね、まだわかんないけどね。まあ、ただ、武田りちゃんは、パー52つとも取れなかったのは、ちょっと痛かったよね。最終組3人とも飛ばし屋だけど、ここで、 で、取れなかったのは、ちょっと今日は目がないかなという雰囲気でしたね。雰囲気だけだけど、まあわかんないけどね。で、その次に、サクちゃんが7番の惜しいパット。これね、少しショートしたんですよ。これで、なかなか、まあ、追い上げたいところだったけど、3連続欲しかったけどね。これなかったんですけどね。パーだったんですけど、佐久間朱里ちゃんがね、8番の T ショットを右に曲げたんですよ。 で、8メートルぐらいのパーパット残っちゃったんですけど、これブぶち込んでナイスパーセーブだったんですけども、9番でね、また右に曲げちゃってティーショット。ここでボギー打っちゃって一歩後退ですよ。あー、ちょっと追い上げムードがね、これで一休みっていう感じですね。岩市里ちゃんは、8番でベタピンショットやって、もうバーディー取って。あー、やっとエンジンかかってきたかと。 ちょっと怖い存在かなと思いましたけれども。まあ、武田りおちゃんは未だに動かずですね。でもパッドは良かったんですよ。いいパッドでストレスのないパーパットを打ててるっていう状態だったので、なんとかかんとかパーでに、あの、セーブしているっていう感じではなかったのでね。まだ余裕あるかなっていう感じでした。と思ったらですよ。武田りおちゃん8番で T ショット左に大きく曲げたんですよ。 林の中から、これ OB かなと思ったら OB ではなかったですね。あの、暫定球打ったんだけど、OB ではなかったんですね。ね、球があったんで。で、その球でフェアウェイには一応出して。で、3打目はね、なんとかグリーンに乗せたんだけど、パーパットがちょっと遠い6、7メーターぐらいかな。これが入らなくてボギーと。まあ、この T ショットの、 一発だけ,だけだけどね、これがも効いてるのでまあこれはしょうがないかなという感じですね。まあ一ホールだけだったらまだ持ち返せるかと。一打差に迫ってきました逆に佐久間しりちゃんが10番でベタピンショットでね、取り返したんですよ。それでまた上に上がってきてね。いや、これすごいぞと。<laughs> まあ上位3人が初優勝組でしょう。ねえ、私がいつも応援してる4人ですよ、佐久ちゃんも含め。 いや、嬉しいし悲鳴ですね。仲のいいさくちゃんとね、一緒に合宿やった武田リオちゃんと。そして同い年で仲のいいくわきしほちゃんとさくましゅりちゃんとね。でもさ、誰かが勝てば誰かが負けるんだよね。そこがちょっとこう、なんていうかな、手放しで喜べない、なんかこう緊張感があるというかね。まあこの選手勝ってほしいけど。 でも応援してるこっちの選手負けちゃうっていうね。なんかね。まあ、ちょっと複雑な思いで見てました。で、次のシーンですけども。そして、あの、武田竜ちゃんですね。9番で。今度はね、右にティーショット曲げるんですよ。さっきは左。今度は右。で、フェアウェイに一応出してね。まあ、あの、速攻にはまっちゃったんで、ドロップしてフェアウェイに出したんですけど3段、 目で、三打目で乗せるんですけども、ちょっとバックスピンが効きすぎちゃっていいとこに落ちたんだけどね、あの、バックスピンでピンからずっと離れていっちゃったんですよね。10メーター近いパーパット。さすがにこれは入らず、連続ボギーとね。いや、これは本当にわからなくなってきたぞと。だけど、桑木志保ちゃんも並ぶかと思ったら8番でね、5メーターぐらいの カップを舐める惜しいパッドがあったんですけど、ここが入らずパーだったんですよね。で、9番で、まあ、2メートルぐらいのバーディーパットついたんですよ。セカンドショットで。これ決められなくてパーだったんだよね。いや、もう追いつけ追い越せぐらいのあの感じだったのに、まあパッドが入らない。で、続く10番でもですよ。セカンドショット奥のバンカー入れちゃって、これが寄らずにボギーと。 なってしまうこのね、パーパットも惜しかったけど、入らずボギーだったんですよね。3ホール連続で惜しいパット入らずと。これ、こういう状態続くとさ、あの、下の人もね、この表にない、下の表の外からね、連続バーディー来るような、3連続、4連続来るような人がね、スルスルスルっと優勝しちゃうなんてこともあるかなと、ちょっと思ったんですけどね。 でも、武田理央ちゃんが、このままガタガタと崩れそうな予感があったけど、10番で、セカンドショット4メートルにつけて、これをなんとかぶち込んで、バーで生きて、なんとか、なんとかトップを守って、引き離しましたね。まあ、2位グループに、そのまま、もう、包み込まれそうな、取り込まれそうなところでしたけど、なんとか引き離します。で、桑木翔ちゃん、11番ですよ。 1>, 1メートルちょっとにつけるナイスショットしたんですよ。さすがにこれは入れるでしょと。バウンスバックするでしょと思ったらカップに来るんですよ。いやー、もったいない短いパッドこれ外してたらちょっとね、厳しいよね。で、どっから来たんだっていうビッグマック脇本花ちゃんがね、今日6つ伸ばしてね、いつの間にかスルスルスルっと上がってきましたよね。 まあ、そろ、それでも、ちょっと届きはしないかなと思ったけどね。はい。で、その次、川岸文香ちゃんが、11番でバーディー取って、8アンダー上げてきました。野沢真央ちゃんも、14番でバーディー取ってね、上位に上がってきました。おいおい、ちょっと待てよ、と。私の応援してる人たち、どこ行っちゃったの、と。こんな下に下がっちゃったと。ね <laughs> ちょっと思ったんだけどさ。 はい。でも、桑木翔ちゃん12番でね、また5メートルのパッド、カップを舐めましたね。いや、5ホール連続で惜しいパッドが入らないという。これをやってたらやっぱり優勝は逃げていくよね。で、サクちゃんが13番、セカンドをバンカーに入れちゃったんですよ。まあ、顎のところに刺さっちゃって。 うわーこれは厳しいな。まあなんとか出したけどね。なんとか出したけど、5メートルのパーパット残って、で、これを外して、ボギーと、一歩交代します。いやさサクちゃんダメかと思ったんだけどね。いやさサクちゃん、ちょっとね、また追い上げてね、あ来てほしいなと思ってたんですけども。だけど、まあサクマシュリちゃんも14番でボギー打って、交代してしまって。 いやーどこ行っちゃったのと。もう、10番いないからね、もう姿を消しそうな感じだったんですけどね。はい。で、その次に、竹田りおちゃんが12番で、10メーターぐらいのバーディーパットが、ちょっとフォローの風なのに上りだったのでね。まあ、フォローの風を受けてるので、ちょっと止まらないかなと思いきや、傾斜は上りの傾斜。だから、 あの、強く打たなきゃいけない。でも、フォローの風、ぶんぶんあの、あの、受けてるから、体では感じてるからね、あんまり強く打てなかったんですよ。2メートルもショートします。で、これを外して、川岸文香ちゃんに並ばれます。8アンダーで。で、桑木翔ちゃん、13番でパーパット3メーター残すんですけども、 これをやっと入れてパワーセーブ。うわぁ、これ落としてたらもう、さよならだなと思ったけど。なんとか入れてパワーセーブしました。これ入れたから、ガラッと変わるかなと思ったんですけど。で、サクちゃんですよ。14番で、セカンドね、2メートルにつけて、これを入れてバーディー、バウンスバックします。いやー雰囲気を吹き返してきた。まあまだ1打差ですから分かんないと。で、 次、武田りおちゃん。13番のセカンドでベタピンショット。これでバーディーでバウンスバックしました。また単独トップに戻ります。そしてサクちゃんですよ。15番のパー5。3打目ね、2メートルにつけて、ここでで連続バーディー来てね。まあ、武田りおちゃんとはまた1打差になります。あれよあれよという間にね。 川本由とユが上がってきたんだよね。かあの、吉本光ちゃんと二人、黄金世代の二人がね、二打差に詰め寄ってくるんですおー、来たと。どっから来たのと。下の方から、どんどん追い上げてきました。うわ、誰が勝ってもおかしくないじゃん、という状態でしたけど。で、桑木志穂ちゃんですよ。14番。3メートルのバーディーパッドこれがまた入らず。 今日はこの一筋入らないっていうのが多すぎる。ねもう6回ぐらいあるでしょ、これだけでもね。パッと今感じただけでも。で、次に、岩井千里ちゃんがね、15番でバーディー決めて、1打差に詰め寄ります。で、野沢真央ちゃんも17番のパー3で、ベタピンショット。これでバーディーで1打差になりますと。で、最終ホールね、 カームとユイカか、アプローチで寄せきれなかったんだけどね、4メーター残ったパットを沈めてバーディーフィニッシュして、まあ1打差でフィニッシュですよね。だけど、サクちゃんですよ。16番。8メーターぐらいあったかな。このバーディーパットをぶち込んでトップに並びます。9アンダー。ですけども、ここでトップの武田りおちゃんが、15番のパー5、 これ、セカンドショット、バンカーに捕まってピンチを迎えます。そして、武田りちゃんの3打目。これね、ちょっとトップしたなぁ、バンカーショット。これ、グリーン越えてもう、グリーン奥のバンカー入っちゃったんですよね。バンカーからバンカーへ。で、ピンまで下ってる難しいバンカーショット。 いい感じで打ったかなと思ったけど、ピンまで下ってるし、なかなか止まらずにね、4メーターぐらいオーバーしちゃったかな。これが決まらずに、サクちゃんにトップを初めて譲ります。サクちゃんがここでトップに立ちます。でもね、竹田りちゃん16番のティーショット、打った後のセカンド地点でね、キャディさんと笑顔で話してたんですよ。ね、小岩井さくらちゃん。 バーディー取ったところと、ほぼ同じところに、ちょっとつけるんですよね。あ、これ入ったかなと、また並ぶかなと、思ったんだけど、ちょっとサクちゃんより、こう、膨らませすぎてね、入らず、パーでしたね。でも気持ちは切れてなさそうな様子ではありました。で、桑木翔ちゃんですよ。17番のパー3ね、T ショット、打ちました。 撃ったところで映像がパッと違うカットへ。おいなんで途中で切っちゃうんだよ、もう。なんでと。で、あのー、途中で切れちゃったでしょ。で、まあ、桑木翔ちゃんまだね、連続バーディー来たらまだわかんないしさ、なんで違うカットにしちゃうのって。したら、パッと映ったのは映像がね、サクちゃんが、T ショットで、まだ前が詰まってるから待ってる状態の映像。 おい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 。撃つ準備もしてないの。何撃つしてんのと。まあちょっと切り替えミスでしょうね。あれね。ディレクターさんか誰かのね。多分。で、まあそれで思ったんですけど、まああのー、VTR で後でね、映ってきましたよ。桑木翔ちゃんの、あの、ショットね。5メーターぐらいに着いたんですよ。で、このバーディーパッドショートしてパッドが決まらず。まあこれで優勝の目はなくなったという感じでしたね。 で、ま、武田り夫ちゃんが17番のパー3ですよ。この17番のパー3ね、あの、小岩井桜ちゃんとか岩井千里ちゃんなんかは、あの、フォローの風を見てね、あの、選んだクラブでショートしてたんですよ、みんな。だけど、武田り夫ちゃんを打つとき、ま、最終組の人たちは、風があんまりない状態で迎えた17番だったんですね。で、武田り夫ちゃんはピン手前5、6メートルにオンして、で、 これが入らずパーだったんですね。で、サクちゃんが18番でいいショットを見せます。T ショットを打ってフェアウェイキープの状態からセカンド。あれ、3ウッドかなまあ、2オンは狙っていなかったと思います。まあ、そこまで届かなかったと思うんですけど、グリーン手前の花道、絶好のポジションにつけます。そして、小幡キャリーと笑顔で会話という。 バーディー取ってもいつもこんな笑顔にならんのにね。めっちゃ笑顔で小畑キャリーと喋ってましたよ、この時ね。セカンドショットいいショット打った時もニコニコしてましたしね。で、サクちゃんのアプローチですよ。花道から。50センチにビダッと寄せて、バーディーフィニッシュ。10アンダー。2打差つけます、逆にね。これですぐ後ろにいた岩井千里ちゃんたちは、 まあ、岩井千里ちゃんだけですね。桑木志保ちゃんはもう優勝の目がないなと。まあ、アルバトロスすれば別ですけどね。で、岩井千里ちゃんはイーグルが必要なので、セカンド2オン狙います、ここでね。で、打ったショットが、これが先っぽでしたね。打った瞬間、千里ちゃん苦笑いしてました。まあ、ちょっと、薄いわ、とね、いう感じで。 でもすぐ、あのグリーンのすぐ手前まで運んでましたよ。サクちゃんよりはもう飛んでたのでね。で、これをぶち込めばプレイオフということになるんですけども、アプローチは入らず。でもぴったり寄せてね、バーディーフィニッシュしてました。で、残すは武田り夫ちゃんのみ。で、武田り夫ちゃんの18番のティーショット、フェアウェイキープです。で、セカンド2オン狙いに行きます。 が、届かず、手前のバンカーでしたね。だけど、まだ、これを直接入れればっていうのがあるんで、ま、サクちゃんの優勝が決まるバンカーショットは、その前に、同じ組の、川岸文香ちゃんとかね、あの、2オン狙って、ツオンしたんですよ。うわーって大歓声が湧いて。で、その後、もっと飛距離出てた穴井らら選手が、さらにすごい飛距離でね、川岸文香ちゃんは、ま、2オンしたんだけど、 まあ、カップインはせずに、まあ、グリーンの奥で止まったという感じですね。まあ、あら、あないら選手もっと飛んでたので、まあ、これも届、あのー、届いたは届いたんですけども、グリーン奥にこぼれちゃう感じでね。でも、すごい飛距離だったので、もう、すごい湧いた後だったんですけども、武田リオちゃんのバンカーショット、これがすごかった。打った後、すぐね、ピンの手前、まあ、少し左に出たんですよね。 ピンの方向よりも、武田リオちゃんから見て、ちょっと左に出たんで、あ、ダメかなと。やっぱり、まあ、ちょっとダメかと。思ったら、着弾して、ポンポンポンと弾みますよね。その、何バウンドかしたら、キュッとカップの方に切れていったんですよ。キュキュッと。おおってみんな、すごい湧いたね。あの時ね。入る、入る、入る、入る。プレイオフだみたいな感じで、ものすごい湧いたんですけど、 カップ手前10センチぐらいで止まっちゃって。うわーね、すごい湧いたんだけど、この時点で、サクちゃんの10勝目が決まりました。いやー、武田りおちゃん。やっぱりね、人は結局気持ちだよと。ねえ、サクちゃんから教えてもらった、しゃっくりの止め方をさくらさんに教えてもらったら、 次、しゃっくりしたら、銃で撃たれると思ったら、しゃっくりは止まるよって教えてもらって。だけど、りおちゃん、その通りにしたら、本当に止まった。桜さん、すごい。って言ってた、あの、人は結局気持ちだよと。最低限の技術はもちろん必要なんだけど、トップレベルのこの子たちの、やっぱり技術っていうのは、優勝できる技術をもう持っているので、 最後は結局気持ちなんだよね。技術も必要だけど気持ちですよ。しぶこちゃん聞いてるか最後は気持ちなんだよ。まあ技術もそうなんだけどさ。諦めないでくれよ。まあ聞いてないか。聞いてるわけないよね。まあでもいいんだけどさ。はい。しぶこも頑張ってほしい。武田りちゃんもね、 やっぱり一緒に学習したサクちゃんがこういう強さを見せるとね。いやー、打差、3打差じゃないよ。サクちゃんとは5打差。ひっくり返されたって、本当にもう悔やんでも悔しい、悔やみきれないえ状態だったんじゃないですか。まあ、ボロボロ泣いてたもんね。泣いてましたよ。もう、次から次へと涙が溢れてくる感じでしたね。まあ、小バキャディが言ってましたけど、 サクちゃんが13番のパー4でボギー打っちゃった時ね、バンカーに、顎に刺さった時ね、あのボギー打っちゃいましたけど、あのボギーからガラッと変わったそうです。もう、オバタキャリーが隣で見ててもものすごい集中力だったと言ってましたね。で、サクちゃんのマネージャーさんの話だと、V ポイントで鈴木愛ちゃんに負けた時ですよ、プレイオフでね。自分のスリーパットで負けちゃった時。あの時、 今まで見たことないような悔しい顔してたと。え、どんな顔と。さ <laughs> くちゃんのあ。もう今まで見たことないような悔しい顔ってどんな顔なんだもうインスタに上げてほしいと思ったけどね。まあ絶対上げようとしないだろうけどね。どんな顔してたんだろうとね。<laughs> はい。まあ見てみたい気持ちはありましたけどね。 あとは、桑木志ほちゃんも悔しかったでしょうね。去年の資生堂レディースでね、桜井ココナちゃんにプレイオフで負けた時ですよ。あの時の泣き方思い出しちゃうな。自分の腕でね、顔を覆って号泣して、で、引き上げるときに、岩井姉妹の二人が来てね、次は勝てるよってね、慰めるシーンを思い出しますよね。あれから一年近く経つけど、まだその日が来ないよ。ねえ、しほちゃん。諦めないで。 やっぱりさ、サクちゃん勝って嬉しいんだけど、まあ他の選手もね、頑張ってほしいなと思ってたからさ、ちょっと複雑だな。勝つのは一人だけだからさ、悔しいよねみんなね。うん。悔しいと思う。一人だけだもんね。二人優勝とかないからさ。まあでも、サクちゃんおめでとうございます。10勝目だね、これね。はい。 まあ逆に、サクちゃんも鈴木愛ちゃんに負けた時はめちゃくちゃ悔しかったんでしょうけどさ。ね、この悔しさをバネに。竹田りやちゃん、最終組2回やって、でもちょっとね、惜しいっていう感じではなかったじゃない。だから、今回が一番悔しかったでしょさサクちゃん相手でもね。はい。まあ、サクちゃん、今日、あの、3番ホールの計測ではドライビングディスタンス1位だったんですよ。 まあ平均でも4位ですよね。あとさ、武田竜ちゃん、あさって誕生日なんですよね。4月2日生まれなので。2003年生まれが、まあ2003年度生まれか。ダイヤモンド世代って言われてますけどさ。あの、4月1日生まれだと、早生まれなんですよ。あの、巨人に行ったあの、桑田雅美さんがそうでしょ。ねえ、あの、 69年なんですよ。1969年の4月1日生まれなんですよ。あの、清原和弘さんは68年生まれですよ。だから同い年なんですよね。PL で同い、同じね、あの、同級生でやってましたけど、4月1日生まれまでは、早生まれなんですよ。だから、ダイヤモンド世代で一番年上っていうことでね、あの、日日的にもね。 日数的にも早生まれね。早生まれじゃないや。あの、一番先に生まれたダイヤモンド世代なんですけどね。だから、まあ、2002年生まれの桑木翔ちゃんとか、あといわ、岩井姉妹とかとね、一日早く生まれてれば、あの、同じ学年だったわけですよ。まあ、でも一日違いでね、ダイヤモンド世代と言われる人たちと同じですから。まあ、他のダイヤモンド世代の仲良しの子たちと、 ねえ、あの、祝福するの他の子たち待ってたんじゃないですかまあ残念だったですけど。はい。そういう結果に終わりましたけれどもね。まあ賞金とかも書いておきましたけどね。まあちょっとね、やっぱり短縮競技だからね、あの少なくなっちゃいますけどね。まあ通常の75%にはなってしまいますけども。はい。残念でしたね。りおちゃんね。まあ次がありでしょう。川本結角区も伸ばして終わったのでね。 これはちょっとね、いい兆しじゃないですか。かなり、あのー、優勝、もう少しでいけるっていうところまで来たんじゃないかなという気はしますね。あと、桑木翔ちゃんはあのパットだけですね。ショットは良かったから。あのパット、まあ、微妙なパットね。ちょっと5メートルぐらいあったパットでもカップを舐めたりとかっていうのも多かったんでね。はい。あそこが一つでも決まっていれば、ガラッと変わったと思いますね。 はい。あと、吉本ひかるちゃん。まあ、白いスカート良かったですね、今日もね <laughs>。まあ、今日、三ヶ島かなちゃんも同じような白スカートに黒ウェアだったんですけどね。まあ、まあ、可愛かったですね。まあ、ホールバイホール見てください。ねえ。序盤は桑木保ちゃん逆転するぐらいのこう勢いがあったんだけど。まあ、武田りおちゃんは、ね何が敗因なんだろうな。気持ち、 さっさき言いいまししたけどそれれ以外ののところにあるのかもしれないという何でしょうね。優勝を掴む人、掴まない人。ね。わかんないですね。吉本ひかるちゃん、9番だけ映りましたよ。ね。で、6、7メートルぐらいのやつぶち込んでね、バーディー取ったところだけ映りましたけどね。まあ、この組につきたかったなと <laughs>、思いましたけどね。はい。 可愛い二人が同じようなウェアでした。はい。そしてね、次、まあ、こちらもね、賞金書いておきましたけど、まあ、10位、20位以内の選手たちだと、まあ、これぐらいの賞金になるわけなんですけどね。桜井ココナちゃんは今日、あれでしたね。ちょっと、あのーあ、ホールバイホール見てください。あの、あのね、5番のパー5とかね、あの、 飛ばし屋の選手たちはやっぱりここ振ってくるじゃないですか。なので、まあでもね、こう曲げちゃったんですよ。左の方に曲げて、まあ左が7番ホールなんですけど、そっちのフェアウェイからね、グリーン狙ったりとかしてたんですよね。で8番でも左の林入れちゃったりとか、T ショット曲げてたんですよね。まあパッドもうまく入らなかったりするシーンもあったし、なかなかね、まあ13、14、15とこういう3連続最後方、 来たたから持ち直したんですけども途中ね、序盤でこう3つ落としたところはちょっとショットが曲がり気味だったのでおやおやって感じでしたけどねまあこれだとちょっと上狙えないよねっていうあの雰囲気でしたけどねそれでもこうアナイララ選手が最終組でこれだけあの悪いっていうのはまあ想像つかなかったですけどね途中全く映んなかったもんね アナイララス、まあ、川岸文香選手はちょいちょい映っていましたよ。まあ、まあ、チャンスあるのでね。もう、この、ね、アナイララ選手はチャンスないなっていうあたりから、全く映らなくなったもんね。はい。頭だけ映ってるとかね。あの、左に T ショット曲げた川岸文香選手を映してるときに、アナイララ選手がフェアウェイから打つ時の頭だけ映ってるみたいなね。<laughs> はい。それと、え、いたのっていう感じになってしまった山下美宇ちゃん。 オールパーですね。いたんだーっていう感じ。この一日、山下美宇ちゃんにとっては、もう屈辱でならないでしょうね。女王として、全く見せ場がなかったという。はい。サクちゃんばっかり映して、と。私を映すような、こう、ねあのー、見せ場が作れなかったというね。いや、屈辱でしょうね。 もう脇役になってしまった。存在すら、あれ、いたのっていう感じになってしまうような。いやー、悔しいでしょうね。はい。あと、鈴木愛ちゃんが11番で見事ホールインワンしましたね。はい。ホールインワン賞がかかってるホールです。さすがですね。持っていくときには持っていくっていうね。優勝取れなくても。持っていくものは持っていくわよ、という感じですかね。はい。 あと、宮沢美咲ちゃん、MM ちゃんがね、今日ノーボギーで、まあいいプレーしましたね、4アンダー。脇本花ちゃんと、あと、イー・ミニオン選手とね、同じ組だったんですけど、脇本花ちゃん伸ばしてたんで映ってたんですよ。いや、ついでに美咲ちゃん映して、ね。思ったけど映さないんだよ。おい、映、してくれとちょっとだけでいいからとね。まあ、イー・ミニオン選手も映ってなかったからね、しょうがないけどね。 まあ、森田遥香ちゃん、しょっぱらで3連続来たとき、ええー、と思ったんだけどね。嘘と。まあ、絡んでくると思ってたけどね。ああ、ダメでしたね。はい。それから次ですよ。ちょっと注目したいのが。まあ、安田祐香ちゃん伸ばして終わったのでね。まあ、まずまず良かったんじゃないですかね。まあ、アメリカでね。やっぱり同い年の子たちが。ねえ、渋子ちゃんは予選落ちしていたけどね。最後、まおちゃんもダメだったし。 だけど、まあ井、稲見もれちゃんもダメだったけど、それでも、同い年の三人は、ちゃんと予選通過して、しかも、エッティや、まあ、ゆなちゃんなんかはね、上位目指そうとしてるっていうね、そこで私だけなんでこんな状態なんだっていうのは、考えないようにしてね、自分は自分としてやってほしいかなと思いますね。はい。そしてね、コメントありましたけど泉田ことなちゃん、 ですけどもね、今日、ドライビングディスタンス1位ですね。はい、ア,ナイアナイララ選手を抑えましたね。まあ、カシアバラアスカ選手もね、18番だけはね、ドライビングディスタンス2位でしたね。ドライビングディスタンス18番ホールと3番ホールなんですけど、18番ホールで1位だったのはアナイララ選手で、290ヤードですね。はい。まあ、ちょっとね、これは、もう、あの、異次元ですね。<laughs> <laughs> まあ、ランが出る人が、18番はね、飛距離出るんでね。はい。柏ブラスカ選手の18番の、あの、計測、ヤードは284ヤードですね。まあ、下り傾斜だからね。あ,あの、出ますよ、それはね。はい。あと、伸ばしてくれたんですね。最後ね、末ちゃん、末ゆいかちゃんね。はい。作用高校。まあ、ぶ子ちゃんにパワー送ってやってくれ。<laughs> 頼むよ。 ねみんなで、渋子ちゃんに、パワーをあげてくれ。作用高校のみんな、頼むよ。はい。まあ、あのー、その他の人たち、ね、高木優奈ちゃんもあげて、あ、宮里美香ちゃんは、ね、ママさんになってから、予選初めて通過してね、はい、賞金もゲットしましたね、ポイントも。一応今はシード選手なんですけど、シード取って、3級に入ったのでね。 今年はシード選手で出れるんですけど、これ、やっぱり1年間出てね、シード取れなかったら、やっぱりね、あの、厳しい厳しい QT、えー、が待ってますからね、頑張りたいとこだと思いますけどね。はい。体がそんなに早く戻るもんかね。っぱトレーニングとかしてね、あの、シーズン入ったとは思うけどね、そんな簡単にはいかないと思うんだけどね、ここで頑張れてるってのは大したもんだなと思いますね。 はい。川崎はるかちゃんや佐藤美桜ちゃん、待ってたんじゃないね武田りおちゃんの優勝を。はい。グリーン、18番のグリーンの端っこの方でね、見守っていたんじゃないでしょうかね。わかんないけど。それから次、えー、長井かなちゃん、今日ね、あの、イーチヒ選手と同じ組だったんですけどね。 まあの、最終ホールで、イチヒ選手映ったんですよ。だけど、かなちゃん映さないんだよ。なんでって。なんでだよって画面に向かって叫んでたら、あの、VTR で映ってきましたね <laughs>。長いかなちゃん映してくれましたよね。ちょっと今日落とした、落としたんですけどね。まあ、昨日変なポーズしてたって言ったじゃないですか。 あの、ボールをマークして拾い上げてからなんかお腹痛いみたいなね、なんかね、そんな変なポーズしたんですよ。ああ、生理じゃないかなとかってね、心配したんですけど、今日ね、まあちょっと落としちゃったけど、まあ普通にプレイしてたので大丈夫だったのかなと。はい。まあ女性じゃないからあの痛みがわかんないんだけど、どんな痛みなんですかね、女性の方知ってたらね、たとえ こ、例えでこ、こんな感じの痛みだよってね、人によって違うとは思うけどね、私はこんな痛みだ、なんですよって、結構辛いですよみたいな話があればね、コメントいただけると嬉しいなと思います。はい。そして、アベミが、なかなかね、伸ばせなかったですね。はい。で、えー、最後ですね、最後。まあ、原エリカちゃんも、神谷空ちゃんもちょっと落としましたね。 神谷アサちゃん、左膝大丈夫ですかねテーピングして。痛みこらえながらやってるんじゃないかな大丈夫かねはい。そして、アマチュアでベスアーマーは山下亜美ちゃんになりましたね。作用高校の中島月葉選手ではなくなったですね。はい。まあ、昨日あんなこと言っちゃったからかなそんなことないか <laughs>。私が変なことを言ってしまったからかもしれない <laughs>。 でも、山下亜美選手は、この子は、滝川二甲ですよ。2004年生まれの19歳です。まあ、2004年生まれといえば、例えば、えっ、ー、と、藤井美優選手かな。一昨年受かった、一昨年はね、高校生でプロテスト受かった、こう、藤井美優選手しかいなかったんですよ。あの、現チャンネル見てください。藤井美優選手ね、すごい可愛らしい喋り方するんだよね。あの、顔には、 あの、好みがあるから、あれだけど、喋り方、めちゃくちゃ可愛らしい、あの、喋り方と声なんで、見てください。ゲチャンネルね。はい。それと、今年、え、去年か。去年だと、えー、高野愛妃選手ですね、あの、シモネに出た、あの、選手。ナスダとかと一緒にね、あの、高野愛妃選手が、去年、プロテストを受かった子ですけども、この二人が今、2004年生まれの19歳かな。 はい。と、同級生ですね。まあ、今年、どうですかね。プロテスト、受かってくるのかな、という感じですかね。はい。それで、えー、表彰式の模様なんですけども、優勝賞金はね、まあ、先ほど書いた通り、1350万円に減らされちゃったんですよね。1800万円からね、短縮競技なので。でも、副賞はね、結構いいんですよ。車はないんですけどね、ヤマハですから。 ヤマハのグランドピアノ。C3X って、これね、300万近くするんですよね。で、あの、水上オートバイっていうのがあるんですよ。GPSVHO っていうね。これも300万ぐらいするんですよ。結構高いのね。あと、電動アシスト自転車。ね、スポーツタイプのやつとね、2つ。PAS と YPJ っていう。まあ、これも20万前後のやつと30万前後のやつがあるのかな。 あとあの調べてみたら結構いい商品ですね。まあ、車が欲しい方は、あれでしょ、車が良かったっていうかもしれないけど、さくちゃんいっぱい持ってるでしょ、もういらないでしょ。<laughs> 自分で運転しないだろうしね。はい、まあ、ショベルカーでコンビニ行きたいなんていう子ですからね <laughs>。吹雪いてるとき、北海道吹雪いてるときに、ショベルカーでもらったね、あの <laughs>、あの、キャットレディースでもらった、あの、ユンボでね。 コンビニ行きたいですっ、つってた <laughs>、はい。まあ、吹雪の時はコンビニなんか行かなく、行かない方がいいよね、と。思ったけどね。はい。で、さっき言った鈴木愛ちゃん、ホーリーワン賞300万円ですね。一人だけだったから。一人占めです。あと、ベストスコア賞は、初日のサくちゃんの66と、まあ今日二人、佐々木翔子ちゃんと脇本花ちゃんが66出したんでね。ベストスコア賞をもらってましたね。 もう農畜産物1年分っていうね。まあお米だとかお肉だとか野菜とかで、ね、もこれいいですよね。こういうあの商品っていいですよね。はい。まあ車が欲しいっていう人はね、あれでしょうけどね。まあやっぱり食べ物とか、あの定期的に1年間送りますよみたいなのがあったらね、あの選手としてはいいんじゃないですかね。あとベストルーキー賞っていうのがあって、これはね、あの2022年23年のプロテスト合格者。 ですね。2年間の中で一番成績良かった人が、ソン・ガウン選手ですね。もうソン・ガウンはね、あの、別扱いした方がいいよ、これ。<laughs> ベストルーキー賞に選ばれてたけどね。だって、まあ、韓国のレギュラーツアーは、この大会で出てる人たち、まあ、サクちゃんとかよりも世界ランク上の人たちがゴロゴロいるところで2勝してんだからね。まあ、新人っていう扱いはしない方がいいかなと。 勝手に思っておりますけどもね。はい。で、AI の優勝予想ね、当たりましたね、サクちゃんが。私の優勝予想っていうか、まあ私はいつもね、優勝予想っていうよりも、あの、願いですね。<laughs> サクちゃんと、あと初優勝が見たいというね、願いが毎,毎回込められてるんですけど、今回は当たりましたけどね。皆さんの優勝予想はどうだったでしょうか。で、 コメント言ってみたいと思います。はい。えー、っと、んじさん。えー、泉田ことなプロ、見事予選突破してくれた。あとは捨て身で飛ばしていこう。まだ5つは伸ばせるよ。それぐらいの実力は持っているはず。ね。あと、ガオンさんも。自分も泉田プロ、期待してます。推しの一人。ドライビングディスタンス1位ですよ、今日ね。はい。飛ばしましたよ。<laughs> 5つは伸ばせなかったけどね。はい。 頑張ってますよ。まあ、これから名前たくさん出てくる選手になってくるんじゃないですかね。はい。それから次は、えー、小野美穂さんですね。はい。神谷空の14番ダンクイーグルはすごかったですね。話は変わりますが、長井かなちゃんは山口鈴香ちゃんと似てますね。あ、まあ、ちょっとね、山口鈴香ちゃんの方が、あの、重長ですけどね。まあまあ、私は長井かなちゃん派ですけどね。 <laughs> この二人注目、応援してますとね。鈴鹿ちゃんはアメリカだけ、アメリカじゃないですよ。山口鈴鹿ちゃんはヨーロッパ行ってます。今ヨーロッパ行ってます。今週ね、予選通過したんですよ、ギリギリ。あの、ヨーロッパツアー、今オーストラリアでやってるんですけど、あの、予選通過しましたよ。あの、LET のホームページ見てください。まあ、レディースヨーロッピアンツアー、LET の、あの、ホームページ見ると、山口鈴鹿ちゃん予選通過してますからね。 そちらをご覧ください。はい、続いては、えー、前田さんですかね。吉本ひかるちゃんの2段ひらひらスカートはとっても似合ってますね。1段になったらすごいなと妄想してしまいますね、と。<laughs> 去年勝った時のタイトでスリット入りのクロスカートは個人的には最高ですね。今回はダイヤモンド世代のりおちゃんに優勝してほしいな。ね、えー、ちょっと惜しかったですけどね。まあ、さくちゃんだから許してください。<laughs> はい。 まあ、吉本ひかるちゃんのスカートで一番いいのは、やっぱりこのスリット入りのやつが、やっぱりいいですね。左足のところにね、スリットが入ってて、あの、インナーがちょっと短いの履いてると、やっぱりこの、白い部分、あの、太ももの白い部分がね、見えてね、ああ、いいなという感じの <laughs>、あの、スカートがあるんですよね。あれが一番いいですね。 それから、ガオンさんですね。えー、吉澤ゆずき選手って、えー、モネちゃんに合格祝いに40万のピンキーリングをもらった選手、あ、そうです、そうです。はい。あの、私いつもね、あの、高校時代のね、あの、霊卓高校の話ばっかりしますけど、まあ大学行ったのでね、まあ日本ウェルネススポーツ大学に進学しているので、まあ、モネちゃんの後輩ですよね。なので、その、先輩後輩の関係ということでね、仲良くしてるんじゃないですかね。 はい。まあ、金が余ってるんじゃないですか、ね、モネちゃんね。<laughs> ポンと買ってあげるってね。はい。まあ、上竹プロは昨シーズンバーディー取れる感じじゃなかったけど、今日3つのバーディー取れて上向きだと思いたいですね。ね。まあ、モネちゃん、モネちゃんじゃないや。あの、ね、のんちゃんは、あの、インスタライブでも言ってたけど、まあ、あの、スイング的に別に問題が、 ね、あるとかってそういう問題じゃなくて、やっぱりそのバーディー取る取らないっていうのはまた違う問題だというのは言ってましたね。まあ、細かくは言ってなかったけど。時々ね、のんちゃんインスタライブするからね。はい。面白いですよ。あの、時々ね、出てくる、あの、なるみちゃん、妹のなるみちゃんが出てきたりするんでね。楽しいですよ。かわいいよね、なるみちゃんね。はい。それから、えー、りんごさんかな。 えー、5打差はまだ優勝圏内でしょう。そうなりましたね。はい。去年のももこさんと青木さんの時は、後半のどこかから8打差を返しての優勝だったような。まあそうですね。まあ、あの、バックナインだけで8打差あったのがひっくり返りましたからね。りおちゃんには勝たせてやりたいけど、しほちゃんのゴルフ魂もまだ捨てたもんでもないとね。私もしほちゃんを応援してますけどね。 はい。優勝して、あの泣き方見たら応援したくなっちゃうじゃないあの資生堂レディースでね。あんな女の子があんな泣き方したらさ、やっぱり応援したくなっちゃうよね。まあ、ちょっとね、あの人目もはばからず、もう大号泣してた、ね、しほちゃん。まあ、いろいろね、SNS で、こう、誹謗中傷書かれたりする、標的にもなったりする子ですけどね。菅野真奈々ちゃん同様ね。 まあ、私は応援したいなと思いますね。まあ、別にこう、顔がタイプとか、まあ、そんなんじゃないんだけど、なんか応援したくなっちゃうっていう、そういう、子ですよね。はい。そして、えー、ロプノルさんですね。えー、桜井心ココナ選手、いいショットを打ってたけど、パッドが決まらず、結局伸ばせずに、武田選手に5打差、明日はきっちり挽回してほしいです。ちょっとならなかったね。途中のショットが曲がり出したのはちょっと、 あこれ今日はこれ無理だなと思いましたけどね。持ち直してましたけどね、最後の方ね。えー、尾関アミュー選手、泣かず飛ばずというか、よくもよ、えー、よよくも、よくもなかったです。んま、あいいや。最後のバー,ドバーディーで、えーか、首の皮1枚残りましたが、明日はプロらしいゲームを作っていいところ見せてください。ね。ちょっとアミューちゃんは厳しかったよね、今日はね。はい、4オーバーで。 6オーバーまで落としてしまいました。まあ、あの、最下位でございます。はい。それから、あ、ひろゆきさんかな。青島ひろゆきさんっていいのかな。えー、2日目にアンダー出した人は初日にアンダーで回り、2日目が午後スタートの人で、その条件下の人が上位のほとんどを占めて、占めてるますね。 閉 <laughs> 締めてるますねって書いてある。えー、まともにまっすぐ歩けないような台風並みの恐怖の中、えー、午前スタート組の武田プロの5アンダーは次元が違いますね。確かに。あそこで5アンダーっていうのはすごかったですね。今日なんで出せないのっていう感じだけどね。はい。まあ、今日は環境的にね、やっぱり最終日最終組の、えー、あのー、リードしてる立場っていうね。 単独トップの立場でっていうのはやっぱりね、緊張感は半端なかったと思いますけどね。それくらい午前組と午後組では環境が違いすぎましたね。それは確かにあるんですけどね。公平さがないって言わ,言われればね、まあしょうがないですけどね。まあそれはちょっとね、まあ自然相手なのでね、わかりませんよね。でも出す人出すからね。はい。アメリカでもそうでしょ。 優勝した、ね、あの先週優勝したネリー・コルダもね、あの、あの風とか環境、ね、あの天候のことをね、スピーチとかで、あのクレイジーだって言ってたでしょだけどそのクレイジーだって言ってた本人が優勝するんだからね。関係ないって言えば、ね、それまでだよね。はい、正直、午前組はハンデが2、3個欲しいくらいでしたね。<laughs> イーブンでもナイスラウンドですよ、とね。 確かにそれは言えてますけどね。はい。まあ、それができないんですよね。はい。そして、高橋さんですかね。次は。えー、武田プロは一つものにすれば、まとめて二三勝しそうな気がしますね。ああ桜井心奈ちゃんっぽい感じしますね。確かに。いずれにしても、五年後くらいには、ダブル祝い、桜井、神谷姉と共に、 トップ常連を形成しそうな気がしますが、しかし私としてはみゆう一択で応援しますとね。ちょっと今日は影を潜めましたね。はい。もう一つえ。女性で体に負担のない、負担の少ないスイングといえば、やはり、ひぐちさん、不動産、さん、そして意外にモリリ、ただメンタルが。森田リカコちゃん、下半身すごいよ。あの、 なんか、ね、ゆったりして見えるけど。まあ、他にも、藤田佐伯選手とかね。はい。まあ、あのー、あまり負担のなさそうな感じですよね。あれ、藤田佐伯選手、振ろうと思えばね、270ぐらい飛びますからね、まだね。振ろうと思えば。振ってないだけで。はい。あとは、ちゃんももとかね。負担のなさそうな。体大きいのに飛ばないでしょ別に飛ばしてないから。 あの、万振りしてない、んぶりする必要はないけどね。あの、振ってないんですよね。あのスイングの仕方、あの、ゆったりスイングは、あの、おっさんにはいいかなと思いますね。あの、スイングのタイミング的にはね。はい。そして、上野さんですね。最終日ピン位置も難しくなるだろうし、えー、その中で武田が有利かな。サクちゃん頑張ってほしいね。 えー、しぶについてはいろいろ意見のある方がいるようですが、私、えっ、ー、と、今はいろいろ苦労しながら自分の目標に向かいながら頑張っている時だから批判は好きにやりなさい。時間が解決してくれます。私はそう信じて応援し続けますと。はい、その通りですね。はい。さくちゃん、優勝しましたよ。 はい。これが最後かな。一郎さんですね。りょうさん、興味がなくなりました。限りなく、小岩さくらさんの目がなくなり、まあ、ここは武田さんに頑張っていただいて、えー、川岸さんはないとして、大きなお世話ですか、えー、お顔、下のお名前、スタイルが一致しないと思う。いや、これは批判ではありませんよ。穴井さん、ファンの方には申し訳ないんですが、涙涙の武田選手初優勝で、あと、双子の妹さんが爆発すれば、 うん、ちょっときついかなと。はい。サクちゃんが来ましたよ。目がなくなったんですかはい。あの、悔い改めてください。悔 <laughs> い改めてくださいね。サクちゃんは、やる子ですよ。ね。5打差。目がなくなってませんよ。5打差もひっくり返せる子なんですよ。はい。悔い改めてください。<laughs> それよりも、 りょうさんのお好きな三ヶ島かなさん、ウェア、えー、ジュンロペン、あのブルーの上下良かったですね。スタイルが良い,いですから、よくお似合いになってました。神谷空さん、14番イーグルーカップに直接ダイレクトにすごかったですと。しかしりょうさんがプロレスをお好きとは良い,いですね。あの、私は、まあ、子供の頃って野球とプロレスですよね。あの、男の子が見るものってね。あと、 あの、ジャッキーチェン。<laughs> まあ、みんなが好きなの。みんなが好きなの。ジャッキーチェン、プロレス、野球、えー、こんなもんですよね。そんなに娯楽がなかったからね。はい。で、えー、猪木さん、ベロ出し事件、うまく借金取りから逃れられたかなすみません。ゴルフに関係ないことで、小岩井さんの目がなくなり、それがショックで。はい。食い改めてください。<laughs> サクちゃんの優勝で決まりましたからね。 はい。サクちゃんは5打差でもいけるんです、はい。今度から5打差ついても諦めないで応援してあげてくださいね。はい。というわけで、また今日、ちょっとね、夜中からアメリカツアーありますけども、仕事行っちゃうんで、あの、朝動画出したりっていうのは多分できないかもしれないけども、あの、また夜にね、あの、上げて、あの、行きたいと思いますので、そちらの方、ぜひ、 よろしくお願いいたします。このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、 試合の解説以外には他にも百、まあ、切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。まあ時間ないから後で見るよって方はね、とりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでね、チャンネル登録っていう下のボタンをね、クリックしておいてください。